はい、こんにちは、116インツです。 MLB の話題もあまりないので、久々に順位予想の方をやっていきたいなと思うんですけれども、今回は順位予想第3弾ということで、アメリカンリーグ東地区の予想をしていきたいと思うんですけれども、まず昨年の順位を簡単に確認してみますと、昨年はですね、ニューヨークヤンキースが103勝で地区優勝で、2位がタンパベイレイズで96勝で、こちらワイルドカードを獲得で、18年のワールドシリーズを制覇したボストンレッドソックスは昨年はわずか84勝にとどまってしまって、で以降トロントブルージェイズ、ボルティモアオリオールズという風に続く、昨年の東地区の順位だったんですけれども、このオフシーズンヤンキースはヒューストンアストロズからゲリット・コールを FA で獲得しましたし、また日本から筒香嘉智が加入したタンパベイレイズですとか、あと山口俊が加入したトロントブルージェイズ、さらに、スーパースターであるムーキー・ベッツをトレードしたボストンレッドソックスはどうなるのかというところで、非常にですね、来季のアメリカンリーグ東地区の戦いというところがどういった風に展開されていくのかなというところをちょっとですね、今回話していければなと思います。はい、で私116インズの予想がこちらになります。ちょっと今シーズン開幕が遅れている影響で、最終的に何試合やるのかっていうところがまだ不透明ですので、一応ですね、予想としては162試合やった場合の勝利数というところで今書いてるんですけれども、地区優勝はやっぱりヤンキースになるのかなと、100勝ぐらいは正直期待できるチームだと思っていますね。ちょっと今故障者が続出してはいるんですけれども、チームの層も非常に厚いですし、で今回開幕が延期というなっている状況っていうのは、むしろヤンキースにとっては好都合だと思いますので、地区優勝っていうところはかなり硬いんじゃないのかなというところが私の予想ですね。でそこの対抗馬として期待できるのがレイズになりますね。戦力的にも一番、東地区の中でヤンキースの対抗馬となり得る、存在のチームだと思いますし、現状ヤンキースが故障者続出している状況も踏まえますと、さらにですね、ヤンキースの故障者が出るような事態になれば、レイズが一気にアメリカンリーグ東地区を取るという展開も、あり得るのかなというところで、対抗馬として期待を寄せているチームですね。で、3位は今回ブルージェイズで予想しています。大体勝率5割ぐらいは期待できるんじゃないのかなというところですね。非常にですね、若手の特に野手が非常に多い中で、その若手の野手たちの勢い次第ではちょっと不気味なチームになるんじゃないのかなというところで、3位というふうな予想をしています。でレッドソックスに関しては、今回4位、ちょっと5割も切るんじゃないのかなという予想なんですけれども、やっぱりベッツをトレードして、でさらにクリス・セールも、トミー・ジョン手術で今季絶望というところもありますので、ちょっとさすがに今年は厳しいかなというところで、4位予想ですね。で5位オリオールズに関しては、特に言うことはないですね。もう今年もドラフト全体1位を狙っていくようなチームになるんじゃないのかなというところですかね。という具合にですね、今回予想していったんですけれども、次からですね、各チームの詳しい状況なんかもちょっと見ていきたいなと思います。はい、まずはですね、私が地区優勝として挙げたニューヨークヤンキースから見ていきたいと思います。レギュラー陣は昨年からほとんど変わっていなくてですね、ショートのディーディ・グレゴリアスが、フィリーズに FA で移籍したぐらいなんですけれども、このデプスチャートを見ても、やっぱり誰が見ても普通に強い布陣ですよね。ちょっと外野のスタントンとジャッジがちょっと開幕間に合わないんじゃないかっていう話があったんですけれども、現状開幕が遅れているという状況もありますので、もしかしたら開幕に間に合うかもしれませんし、また仮に開幕に間に合わなかったとしても、トークマンですとか、アーロン・ヒックスですとか、クリント・フレイジャーもそうですけれども、非常に控えの層も厚いですし、特な問題はないのかなと。で、先発陣に関しては、ルイス・セベリーノが、トミー・ジョン手術で今季絶望で、で、ジェームス・パクストンについてもちょっと夏頃までは復帰ができないような状況ではあるんですけれども、FA でゲリット・コールを獲得しましたし、またジョナサン・ロアイシガとかで、うまく穴も埋まると思いますので、正直ですね、パクストン、セベリーノいないっていう状況はあるんですけれども、先発陣もそれなりにやれる布陣だとは思うんですね。正直、ゲリット・コール、ジェームス・パークストン、ルイス・セベリーノの3本柱っていうのはちょっと見てみたかったっていうところはあるんですけれども、ヤンキースとしても、パークストン、セベリーノがいなくても、なんとかなる状況ではあるんですね。で、さらにですね、ヤンキース、昨年で言うと、ジオ・アーシェラと、マイク・トークマンのように、突然ポットデで、こう、ブレイクしてきた選手が、いたんですけれども、今年もそういった存在の選手が出てくると、かなり厄介なチームになりますよね。特に外野と先発陣に、故障者が出ている状況ですので、そのポジションからまた新しい選手たちがある意味ですね、故障者が出てチャンスが生まれたわけですから、そのチャンスを生かしに来るような選手が出てくると、
まあ、チームとしてもですね、非常に面白いことになるんじゃないのかなというところですね。まあ、なのでチームとしては、まあ、非常に盤石な、まあ、布陣だとは思うんですけれども、たださすがにこれ以上故障者が出てくると、まあ、さすがにヤンキースといえど厳しいと思いますので、まあ、これ以上故障者を増やさないことが、まあ、チームとして重要になってくるんじゃないのかなというところですかね。はい、続いてはタンパベイレイズのチームを見ていきたいなと思います。今回私はレイズを2位予想 でヤンキース次第では地区優勝もあり得るというふうに予想しているんですけれども、まあ、その理由として、まあ、打線に結構面白い存在が多いというところがありまして、まあ、昨年のレギュラーであるトミーファームですとか、あとはトラビス・ダーノっていうところは移籍してしまったんですけれども、まあ、ファームのトレードで獲得したハンター・レンフローですとか、あとは日本から獲得した筒香嘉智ですとか、あとはカージナルスとのトレードで獲得したホセ・マルティネスとか、結構ですね、起用法次第では本当にですね、レイズでブレイクしそうな、まあ、選手たちを揃えてきたなという印象なので、まあ、場合によってはファム・ダーノンの穴以上の、まあ、打力っていうところを残してくれる可能性もありますので、まあ、ちょっとそこが面白いなというところですね。で、また投手陣もですね、まあ、先発陣上位3人は非常に盤石ですよね。まあ、ブレイク・スネルとタイラー・グラスナウと、あとはチャーリー・モートンというところで、まあ、上位3人は非常に盤石ですし、また後ろ2人も今4人チリノスと、あとはライアン・ヤーブローの名前が入っていますけれども、まあ、そこもですね、オープナーをうまく使えばですね、まあ、活躍が見込める選手たちですので、でしかもレイズはオープナーの実績も非常に豊富ですから、まあ、活躍が見込める2人ですよね。でさらにブランデン・マッケイも控えているというところで、まあ、場合によってはですね、この後ローテーションに入ってくるということもあって、まあ、非常に層の方も問題ない。でブルペンを見渡しても、まあ、ニック・アンダーソンを筆頭に、まあ、ディエゴ・カスティーヨですとかホセ・アルバラードですとか、まあ、非常にですね、無難に活躍してくれそうなメンツが揃っていますので、まあ、レイズはですね、こう見渡した限り、こう致命的な弱点はないのかなというところですね。まあ、強いてあげるなら、ちょっと怪我の多い選手たちが揃っているなというところで、まあ、ケビン・キアマイヤーですとか、オースティン・メイドーズですとか、あとはタイラー・グラスのブレイク・スネルもそうですけれど、まあ、ちょっと怪我の懸念がある選手たちが、まあ、主力になっていますので、まあ、そこだけうまくケアしながら戦っていけば、まあ、十分ワイルドカードは取れると思いますし、まあ、ヤンキースの状況によっては、まあ、地区優勝もあるんじゃないのかなというところが、私の予想ですね。はい、続いてはトロントブルージェイズについて見ていきたいなと思います。ブルージェイズは何といっても若手の野手たちが非常に魅力的ですよね。まあ、サードのブラディミール・ゲレーロ・ジュニアですとか、まあ、ショートのボービシェット、セカンドのカバン・ビジオ、そしてレフトのルルデス・グリエル・ジュニアというところで、まあ、やっぱりですね、まあ、将来 MLB を背負って立つような、まあ、スーパースター候補の野手たちが今ブルージェイズに揃っていますので、まあ、彼らがですね、今年チームを引っ張っていけば本当にブルージェイズというのは勢いづく可能性があると思ってるんですね。で、投手陣がちょっと弱いという印象が、まあ、ブルージェイズにはどうしてもあるんですけれども、まあ、そこもですね、まあ、今回待望のエースとして、まあ、フリーエージェントでリヒョンジンを獲得しましたので、まあ、ようやくですね、エースと呼べるようなピッチャーが、まあ、ブルージェイズに来たと。で、まあ、さすがにヤンキース、レイズと、まあ、比べるとどうしてもチームの層というところは、まあ、劣ってはしまうんですけれども、まあ、最初の、まあ、若手の4人衆というところが、まあ、チームをうまく勢いづけてですね、まあ、戦っていけば、まあ、もしかしたらアメリカンリーグ東地区の中で面白い存在に、なるんじゃないのかなというところが、ちょっとまあ、個人的に期待しているところですね。まあ、昨年67勝で、で、私の予想81勝というところで、まあ、14勝の上積みっていうのはちょっと相当大きいものにはなるんですけれども、まあ、この高いハードルをですね、ぜひ若手の勢いをですね、うまく活かしながら乗り越えてほしいなというところですね。はい、続いてはボストンレッドソックスについて見ていきたいと思います。まあ、レッドソックスファンの方には非常に申し訳ないんですけれども、まあ、ちょっと今年のレッドソックスはちょっと期待できないなというところですね。まあ、皆さんも分かってはいるとは思うんですけれども、やっぱりムーキーベッツの移籍はもう大打撃ですよね。まあ、やっぱりベッツっていうのは、まあ、スーパースターであって、でしかも一人でウィンズアボリプレイスメント、まあ、ワーと呼んだりもしますけれども、まあ、1人で7から8のワーを稼げる選手をですね、まあ、失ってしまったっていうところで、まあ、アレックス・バーデーゴという、まあ、非常に期待のできる選手は来たんですけれども、まあ、そうは言ってもベッツの穴っていうところは、まあ、そうそう埋まらないというところですね。でさらにそこに追い打ちをかけるかのように、まあ、エースのクリス・セールがトミー・ジョン手術で今季絶望というところで、まあさすがに先発陣も悲惨と言わざるを得ないですよね。まあ、1番手が今エドワルド・ロドリゲス で2番手がネイサン・イオバルディ で3番手以降がもう大変なことになってますよね。マーティン・ペレス、ライアン・ウェバーで、なぜかセールの名前が5番手になりますけれど、まあ、5番手がコリン・マッキューというところで、
まあ、さすがにこのチームでプレーオフはちょっといけないだろうというところがちょっと率直な感想ですね。まあ、幸いにも野手には2018年にワールドシリーズ制覇した時のメンバーがまあ結構残っていまして、まあ、ベニテンディですとかボーガーツですとかデバースですとか、まあ、あの JD マルティネスもそうですけれども、まあ、その辺の選手たちが残っているのはまあ幸いだとは思うんですけれども、まあ、そうは言ってもちょっとこの面々ではちょっと厳しいよなというところですかね。まあ、ベッツを失ってセールを失ってっていうところになりますので、まあ、昨年の84勝っていうところも、まあ、ちょっと超えられないんじゃないのかなっていうところが個人的に予想しているところですね。私としてはちょっと勝率5割も厳しいんじゃないのかなっていうところが今回予想しているところですね。で、レッドソックスとしても早急にチームを立て直したいという意図はおそらくあると思うんですけれども、ただ今レッドソックスは2018年のサイン盗みの一件で MLB から調査を受けている段階にありますので、まあ、ちょっとその罰則次第ではちょっと、まあ、ドラフト指名権の剥奪という可能性も、まあ、アストロズのケースを見れば十分あると思いますので、まあ、ちょっと将来の見通しもちょっと立てにくいという状況もありますし、アメリカンリーグ東地区の中では、まあ、おそらく一番ですね将来の見通しが不透明なチームだと思いますので、まあ、ちょっと今後ですね、まあ、低迷期に入ってもおかしくないんじゃないのかなというところがちょっと懸念されるところですね。まあ、レッドソックスがここからチームをどう立て直していくのかというところも、まあ、ちょっと野球ファンとしては注目して見ていきたいなというところですかね。はい、最後はボルティモアオリオールズなんですけれども、まあ、正直このチームに関しては特に言うことがないですね。昨年108敗したチームからディラン・バンディとそれからジョナサン・ビアーがトレードで移籍して、でさらにですね主砲のトレイマン・シーニが先日大腸がんの手術を受けたというところで、ちょっとメジャーリーガーと呼べるような選手がかなり少ないと言いますか、まあ面白い選手たちはもちろんいるんですけれども、まあ、ちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっと今年も勝つ気ないだろうというところが率直な印象ですね。まあ、はっきり言って来年もドラフト全体1位指名の可能性が非常に高いチームなのかなっていうところですかね。まあ、昨年は全体1位指名を使ってアドリー・ラッチマンを指名しましたし、まあ、今年はドラフト全体2位指名を持っていて、で再来年はドラフト1位指名を取るということになれば、まあ、非常にですね有望な選手がオリオールズに入るということになりますので、まあ、5年後ぐらいにはあの成果が出て、まあ、オリオールズがですね東地区、まあ、東地区の中で存在感を出していく可能性はあるんですけれども、まあ、当面はちょっと勝てるような状況ではないですね。という具合にですね、ここまで順位予想の方をしてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。で、毎度のお願いではあるんですけれども、順位予想へのコメントをですね、ぜひいただけると嬉しいです。まあ皆さんのですね、東地区に関する順位予想でも大歓迎です。今年も悪の帝国ことヤンキースが、まあ東地区を制覇していくのか、まあ、それともレイズがですね、一気にヤンキースを出し抜いて地区優勝を奪っていくのか、はたまたブルージェイズが若手の勢いを存分に生かして、東地区のダークコースとなるのか、まあ、いろいろなですね展開の予想っていうところはあると思いますので、ぜひですね皆様の意見なんかも聞かせていただけると嬉しいです。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。